こんばんは。時刻は18時30分を回りました。引き続きウェザーニュースライブイブニング、檜山沙耶が担当いたします。よろしくお願いいたします。いや、先ほどの BGM 綺麗でしたね。なんだか秒速5センチメートルに出てくるような曲調だった気がします。あ、キョンバーマって聞こえました？本当ですか？キョンバーマって言ったつもり全くないですけれども、こんばんは。引き続きよろしくお願いいたします。あ、後半もどうぞ、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。18時30分となりまして、オープニング冒頭でもお話ししておりました、今日はフラッシュクイズを行わせていただきます。梅、桜、桃、それぞれ当てることができるでしょうかといった内容なんですけれども、そのクイズ前に見分け方についてちょっとご紹介できればと思います。デモンストレーションがあるということでちょっと行きましょうか。どんな感じなんでしょう。この中でどれが桜か分かりますかという内容です。真ん中は梅なのは分かるんですよね。で、左と右で迷いませんか、正直なところ。皆さん分かりますか？いや、なんかあったなって記憶ありますよね。去年も同じようなことしたなと。分かったと来てます。ちなみにチャットの皆さんはどっちが多いでしょう。左ですか？左だよと。左っぽい。左多いですね。ガチクイズって来てました。まあ左が多いということですよ。左にしか見えんよと。右かなと。皆さんお詳しいんですね。ちなみに正解がこちらでした。はい、皆さん選んでくださった通り桜が左でしたね。で、右が桃です。梅は分かります。特徴がねありますもんね。こうなんだろう、こう緑の軸がなくて、こう丸い花びらつけてるものが多いですよね。そこから分かりましたけど、桜桃の違い皆さんご存知ですか？切れ込みが入っているものが桜なんだそうですよ。先端に切れ込みが入っていて、シャープなハート型をしているものが多いんですって。で、花がついていて緑の軸が長い、下を向いているような咲くのが桜でした。で、桃は花弁が尖っていて緑色の軸が短く、同じ付け根から2輪の花がさまざまな方向を向いて咲くので梅よりも華やいで見えるということですよ。難しい。桜桃の違いが難しい。先端に尖っているものがあるかどうかじゃないですか。学ランのボタンが桜でした。おしゃれですね。桃の花ってあんまり見たことがないです、正直私。桜か梅ですね。ただちょっと頑張っていきたいと思います。このクイズそんなに難しいんですか？ちなみに今日スタッフさんに難易度どのくらいがいいですかって聞かれたんですよ。難易度1か2か3でしたよね。で、さすがにこう一番、ね、難易度優しいものもなと思って難易度2にしました。一番中間を選びたがる、はい、人ですけれども、ではいきますか。待って、もう一回。桃が尖っていて桜が先端が、あれで切り込みが入ってるんですよね。そこですね。分かりました。そこで頑張ります。踊りたくなるんですか BGM で。ちょっと私まだ経験したことないんですけれども、まあまあまあ、でもほら5年目もやってますからね、当たって当然ですよね。暗記ですね。いきましょうか。私はまだ見たことがない問題です。順もあるんですよね。で、私10問お答えするんですけど、自分で数えるらしいんですけれども、ぜひ皆さん、視聴者の皆さんも私が何問当てることができたか一緒に数えていただければと思います。ではいきましょう。はい、怖いな。難易度2。なんじゃこりゃ。なになに。あ、ヒントくれるんですね。やだやだ、こんな無理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 。これ何？何これ？切り込みある？切り込みある？切り込みないと思うんだけど、どう？これ、どう？桃？桃？いや、いや、あー、合ってたー。次、次。これ？これは？これは？これは？尖ってそう、尖ってそう。桜、桜、桜、桜。お願い、桜？おー、来てる。2問正解。よし。本気でやってます。
これ桃、これ桃、ちょっとハイビスカスっぽいので、さっき桃、桃で、はい、桃、おお、来てる来てる、意外と大丈夫ですねこれはね梅だと思います。柔らかくも丸いから、も梅梅梅ありがとうございます。恥ずかしい、なんかこれは梅、これ梅、花びらが丸いから梅梅梅です。おー、来てる、ちょっと待って、これ何、これは梅、これ梅お願い、梅、丸いから梅どう、おー、来てるよこれ何、切り込み入ってるように見えるし、梅か桜だな、これ切り込み入ってるから桜、桜でお願い、梅っぽい気もする、桜、桜でお願い、桜、来てる、起きた、待って、これは何、これでもハイビスカスっぽいから桃で、桃です、桃、はい、桃、どう、桃ですよね、合ってる、お、来てる来てる、え、意外といけますかね、あと2問、これはなんだ、これは梅、これ梅だと思います、行動館の梅を見てるから梅、これ梅、梅ですよね、おー、来てる来てる次、これ何、これ切れ込みありない、切れ込みがちょっとありそうでないから、梅梅梅でいきます、この感じ梅、はい、梅、どう、合ってる、お、待って、全部正解しました、待って、フラグ回収できなかったフラグ回収できずに全部当てちゃいましたあれ意外と大丈夫でしたね、おさや、おさや取ってきて当てることができました私もびっくりしました、こんなに当てることができると思わなかったので、いやでも簡単ではなかったですよ、正直ね、意外と本領発揮できましたね。あの見分け方としては、梅がこう花びらが丸くて、で桜が切れ込み入っている、で桃はちょっと私難しかったので似たような花を思いつきまして、なんかハイビスカスのような感じだと思ったんですよ、それに近いものを選びました。え、難易度これで2ですか、余裕でしたよっていう煽りを入れるいやいや結構難しかったです、本心で難しかったですはい、ということで10問正解させていただきました。皆さんも一緒に考えていただきありがとうございました。え、難易度3ってどのぐらいの難しさなんでしょうね。え、いいんですか、やって やりたいですはい、あの決して煽ってるわけじゃないですからね、あの盛り上げていきたいなと思って、私は愛の手を入れてるだけですから、結構難易度2でも難しく感じました、正直。あの梅と桜の判別が難しかった問題がありました。え、どうなんでしょう、どうなんでしょう難易度3難しいですよね、きっとね。いけますか、難易度3。いけます、難易度3の問題どうぞ笑っちゃう、これ何、あ、やっぱ難しいですね。でもこれはね、梅だと思います、梅、特徴的な梅、どう、梅ですよね、ほらこれはね桃、ハイビスカスっぽいのであ、でも切れ込み入ってるけど、あ、切れ込み入ってるから桜だな、きっと。待って、怖い、これわかんない、桜、あ、来てる待って、これはなんだろう、これね、ハイビスカスっぽいから桃でお願いします、桃、どうだってこれもね、ハイビスカス、桃です、桃、どう、桃ですよね、どう、ほら自分で決めてる、これね、切れ込み入ってるから桜です、桜
涙出てきました。桜桜これ難しいですね。これでも梅だと思います。どうですか、梅だと思う。あ、間違った、15問正解でした。これは何、さっきの自信なくなったな。桃ですよね。あ、待って、分かんなくなってきましたこれはでも切れ込み入ってるから桜、切れ込み入ってるから桜で、どうですか、お願い。そう、桜ですよね。あ、よし、何問正解ですか。16問、覚えておかないと。これなんでしょう、ハイビスカスっぽい、でも切れ込みが入ってるから桜で、どう、桜。はい、来た。18問ですか。これは梅だと思います。よく見る梅。どう、よし、来た。ということで何問でした。私2問不正解だから18問正解でした。え、結構難易度3でも対応できましたねやったーと、ありがとうございました皆さん当てることができましたか。まあ、ぜひね、皆さんのお近くの前の方にもこちらの問題を披露してみてください。その際私の音声がうるさかったと思いますので、ぜひミュートにしていただいて、周りの方に、ね、配信していただきたいと思います。やるなと、結構難しいですよね。正解できなかった問題が難しかったです。梅か桜か迷ったんでしたっけ。結構難しかった、全然当たらなかったと。まあ、なかなかね、難しいところだと思うんですけれども探してみてください、はい、以上、桜、梅、桃フラッシュクイズでした。梅大使いけますかねでは桜チャンネルご紹介していきます。いや、まさかこんなにテンションマックスであると思いませんでした。楽しいですね、やっぱりクイズって。